皆さん、こんにちは。ティンダー、ミラクルボーイ、キングタクです。キングタクの料理を、今日は、俺流のすき焼きを作りたいと思います。この材料は5つ、椎茸、春菊、肉、白滝、豆腐を使います。はい、楽しみにお待ちください。はい、というわけで、春菊を早速洗いたいと思います。確かに、泥んこが吹いてるので、きれいに、たくさん洗って、容器は別に入れますけどもね、ポイントとしては、まあまあ、うん。泥を取ることが必要です。これですね。では、いきたいと思いマーティン。見えませんけども、はい、この春肉を切ります、はい、まずは下の方は切りますさせて、はい、こういう風に切りますね。はい、飯豊田牛、今日が主役です。はい、野菜は豆腐切りました。次いきたいと思います。すき焼きのタレ作りたいと思います。まず水はなるべく多めに入れた方がいいですね。鍋の入る量を考えると、さらに醤油、気をつけて、みりん、お砂糖は甘めがおすすめですね。はい、入れて混ぜます。割り箸で。これですき焼きのタレが出来上がるんです。では次に行きたいと思います。この鍋に、牛脂を入れたいと思います。牛の油、はい、映るかな、はい、ちょっと別から、はい、これを油を溶かしていくんです。はい、はい、ということ。牛肉を入れたいと思います。牛肉に早速炒めたいと思います。椎茸、今回は入れ合わせて炒め、それからすき焼きのタレ、私の手作りのタレをいきたいと思います。ちょっと蒸し炒めになってるかな。というわけでタレが入りましたね。はい、まあ煮込んだら豆腐と最後しらたき入れれば完成です。はい、そういうことです。まだすぐは入れません。というわけで、すき焼きはほぼできてます。今、煮込み中でございます。豆腐を入れれば、もう完成でございます。ちょっと煮崩れないように、はい。これでしばらく煮込めば完成です。はい。うまいね。
濃厚ね、うん、